こんにちは。ボンジュール。ジマペール。イロマシマ。僕が、子供の頃ですね、うちの祖父が山からたくさん捨ててある漫画をこう拾ってきて家にこう積んであったんですけども、それを見ていくうちにこう真似して描くようになり、気づけば漫画になろうと思ってましたね。バンドデシネではちょっと考えられないですけども、日本ではその週刊誌って言って毎週雑誌が出てるので、もういらないこう雑誌をこう捨ててしまうような文化が昔はありました。日本にも漫画家というのはたくさんいまして、僕のように、子供の頃から漫画家になりたくて、漫画をずっと描いてる人間もいればですね、大人になってから思い立ったかのように漫画家になりたいと思って、プロで活躍してる人もいますし、もっと本当に、30、40になってちょっと人生を一発逆転狙いたいって人も多分いると思いますので、本当人それぞれだと思います。まずはフェアリーテールを描こうと思ったきっかけは、当時友達と、飲んで騒ぐのがすごい大好きだったからですね。だから、この楽しい瞬間を、漫画にできたら楽しいなと思いまして、ああいう酒場というギルドというものを作りました。非常にたくさんの、インプットをしてますね。例えば、ドラマであったり、映画であったり、本であったり、ゲームであったり、もちろん漫画からもそうですし、たくさんのものをこう見て自分の中に吸収して、それを自分の中で一回分解してからちょっといろんなパーツをこう組み立ててキャラクターやストーリーを作ったりとかします。これからもそうですね、僕もファンタジー大好きなんで、そういうファンタジー要素は大事にしながら、またちょっと新しい面とかも見せていけたらいいなと思ってますね。今まさに新しいのを作っている最中でですね、まだこれはちょっと言えないですね。こういうことに興味があるってここで言うと多分それが次回作だってなってしまうんで、すごい不思議な感じはしますよね。でも、こちらの作家さんも、ファンタジーだけではなく、たくさんあの和風な漫画とかも僕見た、バンドデシネとかも見たことあるんで、本当にお互いにとっていい刺激になって、よりいいものが生まれていけばいいなと思ってますね。昨日 あのステージのリハーサルの時なんですけども、ギターを弾いてるあのリハでね、ギター弾いてる方がいて、はい、なんかミュージシャン呼んでるのかなと思ったら実は漫画家だということに驚きましたね。すごいかっこよかったんです僕も昔ギターやってたんですけど、ある一定の時からもうギターをやめて全部漫画の方にスキルを振ってしまいました。そうですね、日本でもやっぱりアメコミだとかバンドデシネも少しずつ普及してきてますし、みんなちゃんと面白いものは、どの国の読者も読んだら面白いっていうのは分かると思うので、あとはその国民性とかに合うかどうかで変わってくる問題だと思いますね。まあ、だからそういう意味だとバンドデシネやアメコミや、コミックを一番楽しめてるのはフランスの方だと思います。Merci beaucoup. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.